皆さんこんにちは、ビーレジェンドスメラです。本日はこちらホットプロテインコーンポタージュ風味、冬といったらこれという、ね、商品が登場になります。本日は、ね、こちらの、ね、レビューをやっていきたいと思います。普段の、ね、プロテインと何が違うのっていう部分なんですけれども、こちらの、ね、プロテインは熱々のねお湯にね入れていただいてもそのままねかき混ぜるだけで溶けてしまうね特別なねホエイパウダーを使っておりますんで、お湯をね入れてかき混ぜるだけで綺麗に溶けます。普通のねプロテインだったらねこう熱変性を起こしてこうダマダマになっちゃったりしてね固まって本当にね飲めたものじゃないんですけれども、こちらのねホットプロテインはすごく綺麗に溶けますんでね、早速ねちょっと作ってね飲んでいきたいと思います。ホットプロテインご購入いただきますと、こちらのね白いスープスプーンっていうのがねついてます。こちらにねすり切って入れていきたいと思います。はい、じゃあちょっと早速中見ていきたいと思います。わ、もうすごいコーンのね香りですね。パウダーはねこんな感じで、普通のねプロテインパウダーと比べるとやっぱり黄色い感じで、実際にね売ってるスープのねあの元とねよく似た色になっておりますね。もうほんと香りもまんまですね。非常に美味しそうです。でこちらのね中スプーンにすり切って入れていきたいと思います。裏面のね表示ではこのスプーンにすり切り4杯って書いておりますんで、こちらにね4杯すり切って入れていきたいと思います。で今日はねこちらのねコップの方にポットからね直接熱々のねお湯を注いできました。 150ml を目安にって書いておりますんで、 150ml きっちり入れてきました。こちらでねすり切って入れていきます。じゃあ、あとはね、こちらもスプーンでもうかき混ぜていくだけになります。見えますかね？ちょっと見にくいですかね？ほんと綺麗にスプーンでね、こうくるくると混ぜただけですけど、綺麗に溶けましたね。早速ね、ちょっといただいていきたいと思います。いただきます。めちゃくちゃいい香り。あ、美味しいですね。まんまコーンポタージュです。これでね、タンパク質取れるのは本当嬉しいですよね。美味しいです。撮影してる今日で、ね、外で雪降ってるんですよね。この部屋もちょっと寒いんですけども、これ飲むだけでね、あったまりますよね。非常にね、美味しいです。完食の時間とかにも、ね、いいかと思うんですけど、やっぱりねおすすめはね朝とかですよね。トーストを焼いてね食べる方いると思うんですけど、そのトーストをやっぱりカリカリに焼いてそれをねつけて食べる、もうそれだけでね本当に美味しいと思います。もしねパンだけであったらねタンパク質全然足りてないんですけど、これをね取り入れることでタンパク質がね 15g 取れますんで、プラスの栄養素に最適かと思います。晩ご飯とかね一品ねちょっと足りないなとかいう時とかに、例えばパスタにね一品コーンポタージュを付け加えるとかでもね豪華になるかと思います。ごちそうさまでした。見てください、本当にあの綺麗に溶けててダマ一つないですよね。本当にお湯入れてねかき混ぜるだけでこんな感じにね飲めちゃいます。このねホットプロテイン、この季節だけしかね試せない商品となっておりますんでね、ぜひこの機会にね試していただければと思います。でこちらのね栄養成分表示なんですけれども、1食 35g あたりエネルギーがね 107.4kcal、 タンパク質が 15.3g、 脂質 1.5g、 炭水化物が 14.6g、 食塩相当量 1.3g となります。でこちらのね動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶね URL 貼っておきますんでね、ぜひそちらからチェックして確認してみてください。数量限定で大人気商品となります。なくなり次第終了なのでね、ぜひお早めにお試しください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。